扁桃炎。扁桃炎は、ウイルスや細菌が病原体となって、炎症を起こす病気である。扁桃腺炎とも言われる。ウイルス性が多く、ライノウイルス、コロナウイルスや、アデノウイルスなどが原因とり、時に e b ウイルスや、単純、ヘルペスウイルスなども起こしうる。常在菌には、溶連菌や葡萄球菌、肺炎球菌などがあり、溶連菌感染の場合は合併症を起こしやすい。 主に衝撃に起こりやすいが、大人になっても感染する例もあり、また、常在菌であるため、体力が低下した際などに再発することもある。ウイルス性の場合、単純ヘルペスウイルスを除いて、基本的には治療薬はなく、症状に応じた治療となる。細菌性の場合、治療には主に抗生物質が用いられる。再発頻度が高い、年に3から4回以上場合は、 扁桃摘質の手術が行われることもある。扁桃には、免疫細胞が多く、鼻や口から、気管や肺へ侵入する、病原体やウイルス、細菌に対しての防御機能を果たす。一方で、表面に、線下が多いため細菌の巣になりやすく、感染源となってしまうこともある。扁桃が病原体に感染し、炎症が起きた状態が扁桃炎、急性扁桃炎である。 返答を晴らし始めるのは2から3歳頃からで、6から9歳でピークを迎える。返答は口の奥にあり、ここが炎症を起こすと赤くなり、白い脳線がつくこともある。口外返答は4歳から8歳の時期に最も活発になり、大きさも最大になるが、その後、徐々に小さくなり、大人ではほとんどわからなくなる。 大人になっても返答が小さくならずに炎症が続き、ある程度の大きさを保っているのを慢性扁桃炎と呼ぶ。この場合、返答に病原菌が常在していると抵抗力が弱った時や新たに細菌の侵入を受けた時などに、返答にある病原菌の力が体の抵抗力を上回るため、扁桃炎が起きる。主な症状としては38度以上の発熱。 陰頭の痛み、お感染率、倦怠感、頭痛、関節痛に加え、顎の下や、頸部のリンパ節の腫れなどで、痛みが耳や側頭部に広がることもある。高熱を出すため、高熱に特徴的な症状が多い。扁桃炎は、鼻風邪から起こることもあり、また、扁桃炎が元で鼻や喉頭、気管などに炎症が起こって、結果的に風邪の症状となるため、 扁桃を晴らす傾向のある人は風邪を引きやすい。あるいは、風邪を引くと、すぐ陰頭が腫れるとみなされがちである。また関節痛が出ることもある。風邪に続いて起こることが多い。また脳腺が広がって、扁桃の表面にある、影かを白色の膜で覆うようになる。これを、影化性扁桃炎という。原因となるのは、溶菌、ブドウ球菌、肺炎球菌等が挙げられる。 しかし事前に風邪をひいている段階で、抗生物質が用いられると、原因が特定できない場合も多い。急性変桃炎で、さらに奥にある変桃に炎症が及ぶと、変桃周囲炎となる。変桃周囲炎は、急性変桃炎が治りかけた頃に手当てを怠り、悪化した結果の症状で、高熱と激しい陰頭の痛みがある。片側の口外扁桃の上に農用ができ、 赤く腫れて可能するため口臭が強くなる。陽蓮菌感染の場合の合併症として、下記の3つが挙げられる。慢性変桃炎は、年に何回も変桃炎を繰り返して、高熱を出す。変桃のくぼみに細菌が蓄積され、これが原因で、全身感染を起こすこともある。また、変桃腺周囲炎の状態で脳が溜まると、変桃腺周囲脳用になる。 このような症状は、陽蓮菌感染によるものが多いとされるが、他に、黄色ブドウ球菌や肺炎球菌、およびウイルスによるものがある。暴飲暴食や過労、咽頭の乾燥などが主な原因で、血液検査をすると、白血玉数の増加と CRP 値、炎症の程度を示す、検査値の上昇が認められる。また、細菌検査をすれば、発生原因となる菌が検出される。 他に、ワンサンアンギーナ、タン細胞性アンギーナ、無顆粒細胞性アンギーナがあり、タンク細胞性アンギーナは骨髄の病気である伝染性単核症によって引き起こされる。急性変桃炎が慢性化したのが、慢性変桃炎である。慢性変桃炎には突然急性化する場合があり、急性の症状を1年に3回から5回にわたり、 繰り返す場合を特に習慣性変桃炎と呼ぶ。習慣性変桃炎では、病相感染といって、関節や腎臓、皮膚など、他の部位にも病気が起こることがある。慢性変桃炎は、習慣性変桃炎、慢性単純性変桃炎、そして、変桃病相感染症の3種類に分けられる。子供に多い。3歳頃から発症が始まり、6歳くらいがピークと、 なる。通常成人するまでには収まるが、大人になってから発症することもある。症状ただし、安定期に症状が出ることはない。ほとんどの場合、大人が感染する。原因は飲酒、喫煙などで、急性変桃炎からそのまま移行することもある。症状。腎臓、皮膚、関節などの病気を併発する。症状。 合併症を避けるためにも、医師の治療を受ける方がいい。安静、うがい、湿布、口内蒸や、トローチなどに加え、水分や抗体の酸性が促されるビタミン C が必要である。薬物としては、抗生物質に加え、炎症を抑える、抗プラスミン剤、ヒステロイド系抗炎症剤が用いられる。他に、ルゴール液の塗布もある。日頃はよくうがいをし、 不規則な生活を慎むことが大事である。また喉の痛みがある場合は、入浴、飲酒、喫煙は避けるべきである。ウイルスが原因の場合は、単純ヘルペス以外は、特効薬がないので、抗生物質を使用せずに、症状に応じた治療が行われる。単純ヘルペスの場合は、水疱瘡と同じ薬やシクロビル、ゾビラックス、バラシクロビル、バルトレックスなどを用いる。 EB ウイルスが原因の伝染性胆核症による変桃炎は肝炎を起こしたり肝臓が腫れたりすることがあり、また発熱が続いたりもする。発熱に対しては下熱剤、関節痛には痛み止めの内服薬や湿布薬などが用いられる。細菌が原因で起こる変桃炎は抗生物質による治療が行われる。当該の細菌に 最も効果の高い抗生物質を使用するために、綿棒で喉をこすり、その綿棒を培地に入れて、3日間ほど細菌を繁殖させるが、溶血性連鎖球菌、溶錬菌では、迅速審査により15分程度でわかることがある。溶錬菌による扁桃炎の場合は、除菌が望ましく、ペニシリン系抗生物質を10日間、またはセフェム系抗生物質を5日間使う。 また、ジスロマイシン、ジスロマックを用いることもある。返答を晴らす頻度が高い場合は、返答的出術を行うことがある。この目的は、返答性の炎症を起こさないことと、病巣感染を防ぐためである。病巣感染で、要注意なのは、関節では、関節リウマチ、腎臓では、腎炎や胃が腎症などの合併症である。 扁桃適出の手術については、習慣性扁桃炎で、目安として1年に4回以上扁桃腺を晴らすような合わせ、第3度肥大くらいで物を飲み込みにくい、あるいは呼吸が困難と思われる場合は受けた方がいい。この時に、アデノイドも適出することがある。手術は、全身麻酔、または、局所麻酔で行われ、術後1週間は安静にして、1ヶ月ほど経ってから、 元の生活に戻していく。術後は、校内の痛みが収まれば、顔や声にも影響は残らず、術前のように返答を晴らすこともなくなる。アメリカでは、幼少時に、積極的に手術治療を行い除去することが慣習となっている。返答のようの場合は、脳汁の排泄が目的となる。脳用がどこにあるか、どのような状態であるかを考慮した上で、注射針で、 選手吸引する場合と局所麻酔後にメスで切開する場合とがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。